新潟交通株式会社は、新潟県新潟市中央区に本社を置く、バス会社、新潟市を中心として、新潟県海津、佐渡地方に路線網を持つ。バス運行に携わる会社は、新潟交通本体と合わせて3社あり、新潟交通は、新潟市中心部の路線バスと県内外への高速バス、新潟交通と同所に本社を置く、 新潟交通観光バスは観光バス事業と、新潟市郊外をはじめ返す地方全域の路線バス、佐渡市に本社を置く、新潟交通佐渡は佐渡島内の路線バス、観光バス事業をそれぞれ受け持っている。2007年3月31日まではこのほか、村上市に本社を置く、新潟交通北、新潟市西関区に本社を置く、新潟交通西の2社があった。 また、新潟交通観光バスは、新潟市東区に本社を置き、観光バス事業と新潟市港南区、秋葉区の東部、阿賀野市、五泉市を中心とした路線バスを運行していたが、同年4月1日付でこの地域市、会社3社が合併。存続会社は新潟交通観光バスとなり、本社当記も新潟交通と同所に移された。本社がある。 新潟市中心部のモーズ、八千代地区では、商業地万代指定の開発に携わるなど、不動産業も手掛けており、この他新潟空港のターミナルビル会社への出資や、佐渡期船への出資、全日空の新潟地区総代理店並びに、日本航空の新潟地区代理店として、市内、空港業務を受託するなど、県内の公共交通網の中軸的な役割を果たしている。 モズ指定に所在するマンダイシルバーホテルは2009年春まで全日空ホテルズに加盟していた。なお同ホテルは2012年4月1日から阪急阪神第一ホテルグループに加盟している。また、かつてはツバメ市から新潟市中心部に至る鉄道路線も運営していたが1999年4月に廃線となった。近年は少子化に加え、 自家用車の普及によって利用者が減少の一途をたどるなどバス離れが深刻で、零細路線の減便、廃止を余儀なくされている。また、不動産部門でもバブル崩壊以降、不振を囲っている。有利子負債は、ピーク時には700億円近くにまで達したほどで、館内各所にあった営業所、車庫などを閉鎖し、跡地を売却するなどして、負債の焼却を図っているものの、経営状態は、 決して良いとは言えない状況にある。また、前述のように、新潟市周辺では、公共交通網の脆弱化が著しいことなどから、新潟市は2007年にオムニバスタウンの指定を受け、新潟交通グループと共同で、バスの運行環境改善と、公共交通軸の形成に向けた取り組みを行っている。その一環として、IC 乗車カードの導入計画が進められ、 2011年4月24日より IC 乗車カード、リ、ユートのサービスを開始するなど多くの施策が進められている。電車線の歴史等、詳細については新潟交通電車線を参照詳細は新潟交通のバス路線一覧及び新潟県内高速バスを参照イコール9。 新潟交通北、イコール旧新潟交通西新潟交通茶道、参照1990年代以降についてのみ、掲載する。新潟交通新潟交通観光バス詳細は、都市新バスシステム新潟交通を、参照新潟県内の路線バスのうち、バス停設置型の無線式、バスロケを導入しているのは西小針線と、市役所前、新潟駅前から下山商品北部営業所。 多ロ大浜線の二路線である。これは、バス車内の案内放送と無線を介して連動し、表示と音声を用いて、バスの接近を知らせる方式であった。バス停設置型のバスロケは導入、維持管理ともコストが膨大であることが、大きなネックとなり、この二路線以外への導入は進められなかったが、新潟交通グループは、大対策として、国土交通省などと共同で GPS と、 インターネットによるバスロケーションシステム、新潟バスアイの導入を2001年春から段階的に進め、旧新潟市域の49路線については2007年3月末に対応を完了した。また、前述に路線の旧システムについても導入から20年以上を経過し、老朽化が進んでいたことから、バスアイのシステムを使用した表示装置に順次交換が進められ、 さらに中央巡環線、大野白根線のほか、長方線、市民病院線、来池線、大堀線、寺尾線など、乗客数が多い路線の主要バス停にも表示装置の設置が順次進められた。なお、新潟バス愛は2015年9月5日の BRT 路線、万イ橋ライン開業と、それに伴う路線再編による新バスシステムの開業に伴い、 前日の9月4日をもってサービスを終了し、ロケーションシステムやインターネットでの時刻、運賃案内などは、新潟市と新潟交通がナバタイムのシステムを使用して運用する新潟新バスシステムへ移行された。高速バスでも県内線、県外線の全線において、前日の新潟バス愛のシステムを運用していたが、サービスは順次縮小され、県外線は2012年に、 県内線も2015年9月4日をもって終了した。バスカード及び乗車カード歴史も参照乗車方法は後乗り前折り小払い方式で、運賃は整理券方式の卓貫性である。中央区中心部の内新潟駅、モーズ口、モーズ指定周辺にはワンコイン区間が、その外角部には市内均一区間がそれぞれ設定されている。またワンコイン区間は 西区の新大入口から新大正門館、新大入口清志新学園前館及び中央区の清涼ライナーにも設定されている。新潟交通では IC 乗車カード、リ、ユートのサービスを2011年4月24日から市内の路線バスの一部を皮切りに開始し、その後サービスエリアの拡大を順次進め、新潟市中心部を発着地とする。 ほぼすべての一般路線バスで利用できるようになった。なお2013年3月23日から、リ・ユートのサービスエリアにおいて、スイカをはじめとする全国10種類の交通系 IC カードが利用可能となっている。詳細はリ・ユートを参照なお新潟交通では、次期プリペイドカードのバスカードのサービスを行っていたが、2013年9月30日をもって、 サービスを終了しており、現在は利用できない。新潟交通グループの一般路専用車両は三菱星、不走トラックバス、す子自動車とトラックス製の車両が中心であり、日の自動車製は小型車両、ポンチョなど、少数在籍するのみである。これは、全計三社が新潟交通の株式を保有しているのに対し、日ののみ株式を保有していないことが影響していると言われる。 このように大手の大型車両メーカーが、新潟交通の株式を保有している関係からか、他の地方バス事業者と比較すると、新車の導入率は高い。かつて大型路線車は、長弱車を多く導入していたが、1990年代後半以降は、標準弱、短弱車も導入されるようになった。現在では、新潟市中心部の路線車については、 新車を積極的に投入するようになっているものの、かつては設備の近代化の面においては、立ち遅れた面が多く、路線車の冷房化が本格的に進められたのは1984年、新潟駅前から西小針内や新潟大学線に県内で初めて都市新バスシステムが導入されたのがきっかけだった。地域市街車を含む車両の完全冷房化は1990年代後半に、 入ってからのことだった。新車の大型路線車は、まず、新潟交通本体の各営業所へ配属され、導入から約10年を経過すると、子会社の新潟交通観光バスや、新潟交通佐渡の各営業所へ転属される、パターンが多い。こうしたことから、新潟市の旧市域を運行する路線には、高年式の車両が、編入市域や下越、佐渡など子会社が運行する路線には、 新潟交通本体から転属した車両が運行に充当されている。また1990年代後半には首都圏の排気ガス規制の影響で使用できなくなった車両を関東の事業者などから受け入れ、これらは新潟交通とグループ各社に配備された。だが、この受け入れが一段落してからは上と車両はほとんどなく、新潟交通は新車をグループ各社は 新潟交通からの転属車両を重当するケースが多くなっていたが、近年は関東などからの事業者から購入した中古車が再び導入されている。2010年11月の小型車両の日のポンチョが導入され、その後も2017年に新たに3台が導入されるなどしている。2018年4月現在、主に臨港線や西堀線、青山循環線、西洋ライナー、 港循環線などで運行されている、新潟交通でしか見られなかった、北村製作所製車体イスズ・キュービック PLV314。旧特徴的な車両としては、1980年代から2000年代の四半世紀にわたって運用されていたイスズ・キュービックに、北村製作所製の車体を仮装した車両が挙げられる。この車両は、北村製作所の大型バス用車体としては初にして、 唯一のスケルトン構造であり、新潟交通には1985年から1988年にかけて合計100台が導入された。この車体は新潟交通以外の事業者では、首機自動車に PLT312J が路線バス用に1台、日本赤十字社新潟県支部に献血車用として数台が納入されたのみで、納車先はほとんどが新潟県内であった。 その外観から、バスファンからは、ナマズという愛称でも呼ばれ、当時は、新潟交通のシンボルとも言うべき存在でもあった。しかし、車体の老朽化が著しくなった2000年代前半以降は、旧市域の営業所からすべて除籍され、新潟交通観光バスの各営業所へ移籍したり、廃車されるなどして、次第に淘汰され、新潟交通観光バスの片東営業所所属の、 最後の一台も2011年4月末を最後に定期運用から離脱し、同年秋にかけて貸し切りツアーやイベント等で運行された後、同年12月の車検満了をもって全廃された。なお、最後の一台は、新潟生まれ、新潟育ちという車両そのものの希少性が評価され、また長年の老苦をねぎらうため、新潟市は新潟交通から車両の譲渡を受けて、 生態保存することになり、同市中央区の鳥屋の交通公園内で2012年7月21日から一般公開を開始した。その後の伊須津製大型路線車は1989年のみ、富士重工業製車体で導入され、1990年以降はすべて純正車体で導入されている。これ以外にも、 都市新バスシステムの整備に合わせて導入された車両の一部は、ヒラメとの通称があるエアロスター試作型車体を仮装しており、やはり他の地区ではなかなか見られない車体であった。この、なまと、ヒラメを中心とした都市新バスシステムに対応した冷房付きの一般路線車両には、一般公募により、銀太郎という愛称が付けられていた。1八十一年から二千年中頃までの、 間に導入された車両の車内には座席の横に幅1 5トル程度の荷物棚が設置されている。これは乗客からの要望により設置されたもので、新潟交通以外の事業者では導入例が少ない。しかし二人掛け座席の箇所では通路幅が狭くなるため、交通バリアフリー法で規定されている通路幅の制限に抵触することや立ち席数を確保する必要性などから、 その後の導入車両には設置されていない。路線バス、編集路線バスは、農銀色のボディに、青色のラインが入り、ルーフを赤色に塗装したカラーリングを使用しており、通称、銀バスと呼ばれる。銀バスの塗装は、新潟交通の前身の一つである、新潟合同自動車が発足した1932年頃から、使用されているもので、かつては、ボディ全体が銀色であった。 現在の赤屋根が採用されたのは1990年からである。これは日本海に沈む夕日をイメージしたもので、かつ新潟市で1922年に初めて本格的に運行を開始し、通称赤バスと呼ばれた当時の路線バスの車体にもちなんだものである。このほか、車体全面に広告を施したラッピングバスが各営業所に配属されている。また、 ノンステップバスは導入時期や路線などによって3つの塗色がある。1999年秋、市内線の昭和大橋線に初めて導入された車両はオレンジ色を基調に行き、白のアーチラインが施されている。ノンステップバスはその後しばらく新規導入されなかったが、2007年、新潟市がオムニバスタウンに指定されたのに伴って、 同年秋から新型車両が大量に投入された。同年投入のノンステップ車の塗色には、上記の銀バス塗装のほか、オレンジ色を基調としたグラデーションに白鳥が飛び行く、姿を模した新潟機関バス専用塗装の2種類がある。ただし専用塗装とはいえ、新潟南部営業所管内の長方線、オンラ女池線、鳥屋の線を中心にた路線も含め、広範囲に運用されている。 高速バス、観光バス、編集高速バスや貸切などに使用される観光用車両は白色のボディに緑色とエンジン色の N 字を模したラインが入る。カラーリングの白は雪、緑は越後平野を表しており、またエンジ色は観光、高速用車両の旧塗装をオマージュしたものである。この塗装は百七十八年の北陸自動車道の県内区間開通以降、 県内の高速道路延伸などを視野に1980年に採用されて以来現在に至るまで使用されている。また県外高速バス1車両とサロン等を装備した観光バス特別車両のみにボディ横に赤のラインと金文字新潟骨のロゴが入る。新潟交通グループの車両には1台ごとに車号と呼ばれる番号が付与されている。これは アルファベット1文字から1から4桁の数字、アルファベット1文字で構成されており、ナンバープレートと車両のメーカーを表したものである。AF は中盤プレート、GH は大盤プレート。例えば、伊子図製の車両で、ナンバーが新潟200か12から34の場合、車号は H1234i となる。ただし、観光、高速車の車体及び、 H100M 以降の車両には車号を記載していない。なお、BRT 路線、バンダイハシラインで運用されるスカニアボルグ連製、連接バス4台は、前景の車号ではなく、ナンバープレートの登録番号に準じた001から004までの固有番号が付与されている。ありがとうございます。